第301回竹井てる子チャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいてる方どうもありがとうございます。さあ今日は昨日からの引き続き、去年の2020年第96回箱根駅伝の模様を、語らせていただいてます。昨日はですね、往路でございます。今日は復路でございます。往路でトップでゴールした青山学院大学、スタートは芦ノ湖。5、4、3、2、1、スタート。今青山学院大学がトップでスタートしました。東京大手町を目指していきます。2年ぶり5回目の総合優勝を目指す。歓声がひときわ大きくなりました。沿道大観衆の中、一人進んでいく4年生の矢野光平です。スピードなら負けません、僕は自信がありますと矢野光平、昨日往路優勝したタスキを肩にかけまして大手町に向かっていきます。東海との差3分25秒は大きい、去年逆の立場でそれを感じたと原監督が話しています。そしてトップ青山学院を1分33秒差で追いかけるのは國學院大学。今國學院大学がスタートしました。昨日往路は大学史上2位でゴールしました。そしてその後ろ、東京国際大学トップとは3分17秒差、その後ろ3分22秒差で東海大学がスタートしました。東海大学竹沢良二、東京国際大学を抜きました。その後5位からのスタート、明治大学、6位で帝京大学、7位で創価大学、8位で駒沢大学が順にスタートしました。そしてその後は9位の早稲田大学、早稲田大学はトップと7分20秒差でスタートしました。続けて10位の拓殖大学、11位の東洋大学、12位中央大学学院大学がスタートしました。さあこの後8時10分に9チームが一斉にスタートすることになります。中央大学1年生は若林春人、順天堂大学3年生の清水、日本大学は宮崎優斗、そして法政大学は坪井慶、神奈川大学4年生の森淳二、日本体育大学は4年生めぐりや健、関東学生連合、流通経済大学2年生滝上聖団、筑波大学1年生岩田和友、国士舘大学曽根正文、この9人が8時10分一斉にスタートしました。まずは箱根に向かっての上り坂、今選手が挑んでる6区のコース紹介をしましょう。復路の幕開け、山下り6区 20.8キロ、芦ノ湖から最高地点までの 4.5 キロを登ると、小田原中継所まで標高差840メートル一気に駆け下ります。急な坂が足を痛めつけ、傾斜が緩む最後の3キロは蓄積したダメージとの戦いになります。箱根を降りて湯本からの平坦の道、そして6区から7区の小田原中継所、トップはそのまま青山学院、矢野光平、トップで緑のタスキを中村に58分18秒、その後2位で来たのは國學院大学、さあここまで追い上げてきました。東海大学、立沢から松崎へ57分17秒、圧巻の区間新記録、そして4位で東京国際大学、さあどこまで上位に食い込めるか。1年生の大上から4年生真船にタスキを、明治大学が5位で姿を現しました。3年生の前田俊平、待ち受けるのは4年生の阿部寛、さあ続いて駒沢大学、この6区でポジションを2つ上げてきました。さあ続いて東洋大学、往路2区が13年ぶりと、さあ挽回になるか。さあ続いて8位で来たのは帝京大学、続いて中央大学が姿を見せました。そしてその後が10位、ここまでがシード圏内だ、創価大学がその姿を見せました。一方7区は東海大学2位浮上、ついに東海大学が前に出ました。國學院大学なんとか食らいついていきたい、あとはトップの青山学院を追いかける。そのトップ
青山学院残りあと3キロ。青山学院大学中村智也は、実は原監督に3年生の春に原監督からマネージャー転向を勧められました。お前はマネージャーになれ。しかし、監督、もう少し時間をください。そう訴えまして、時間をもらって記録を出して、初めての夢をつかんだ中村智也。そして2位は東海大学、先頭とは2分を切っている。小松に渡せば優勝圏内に入れると監督が後ろから檄を飛ばしています。青山学院、中村智也、4年生、右手にタスキを持ってトップで岩見に渡す。2位は東海大学、松崎から小松にタスキを渡す。トップ、青山学院とは2分1秒差。3位でやってきたのは国学院大学、木村から川藤にタスキを渡す。4位は明治大学、エース、阿部裕樹。股関節の故障に苦しみました。区間新記録は間違いありません。阿部裕樹、完全復活。1時間1分40秒。5位でやってきたのは東京国際大学。6位は駒澤大学。たすきを取った3年生小林歩。7位は東洋大学です。8位は帝京大学。9位は早稲田大学。そして10位は中央学院大学。ここまでがシード権。2位の東洋大学に追いつかれそうな青山学院の8区。選手は右に湘南の海を見ながらの走りになってます。青山学院大学岩見が軽快な走りをしてます。それでは7区区間新記録を出した明治大学阿部裕樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今どんな気持ちですか？そうですね、今回7区を走らせていただいたんですけど、監督の方にも区間賞を取って卒業してこいと言われたんで、その走りがしっかりできてよかったなと思います。怪我に苦しんだ時期もあったと思います。最後の箱根駅伝はどうですか？そうですね、やはり怪我で、まあ今回大会でも本調子で臨めなかったんですけど、今回怪我で苦しんだ中だったんですけど、今まで苦しんだ分を最後箱根駅伝にぶつけていい走りをしたいと思っていたので、それができてよかったなと思います。10位と11位の差は天国と地獄。現在シード圏内10位は中央大学の藤井雄大、9位は早稲田大学太田直樹。現在8時間26分15秒。8区も残り少なくなってきました。依然トップの青山学院。今タスキを取ります。1年間積んでまいりました。悔しさを晴らすチャンスは必ずある。見事箱根の悔しさを箱根で果たしました。フレッシュグリーンのタスキを神林雄太に渡す。そして追ってきたのは2分差の東海大学の小松。絞り出して渾身の走りを待ち受ける東海大学4年生と松尾に今小松がタスキを渡しました。シード圏の争い、中央大学を創価大学が追い抜いて11位から10位に。2年ぶり総合優勝を目指して青山学院、神林雄太が走ってます。初めて立つ夢舞台、全てがこの神林の手にかかっている。大事な9区を任されてます。8区から9区へ戸塚中継所、3位来たのが国学院大学、4位で入ってきたのは明治大学、5位は東京国際大学、そして9区先頭青山学院を2位で追いかけるは東海大学松尾。監督が言うのに鶴見で1分追い上げるのは可能だと。松尾がどこまで追い上げるか。8区から9区へ戸塚中継所で6位で入ってきたのは帝京大学、そして7位は東洋大学、8位は駒澤大学、9位は早稲田大学、そして10位争いをしてた中央大学か創価大学か、どちらがシード権無資格に先に中央学院大学が10位で入ってきた。10位までのシード権争い、創価大学を抜いて10位で入ってきた中央大学。しかしまだわからない9区、中央大学と創価大学のシード権の熾烈な争いはまだまだ続く中、9区も残り最終10区、鶴見中継所、青山学院大学、神林、たすきを持って堂々トップ
ートで湯原に渡しました。残り1キロ東海大松尾3分差が開きました。どう追い上げるか。東海大学松尾入ってきた。その差は3分2秒。青山学院を追いかけます。11位から追いかける創価大学、10位の中央大学とは200メートルの差。これを詰めたらシード権のチャンスがある創価大学。そして10区に3位で入ってきたのは東京国際大学。4位で入ってきたのは明治大学、順位を2つ上げました。5位で入ってきたのは順位を2つ落としての國學院大学。その後方6位は帝京大学、7位で来たのが東洋大学、8位で来たのは早稲田大学、9位は駒澤大学。さあこの後10位シード権争い、10位で来たのは中央大学。キャプテンらしいラストパートで走ってきた。そして遅れて11位で来たのが創価大学。まだまだゴールまで23キロまだまだわからない。最終10区のコース案内をしましょう。最終10区は23キロ、舞台は神奈川から東京へ。上昇する気温や都心のビルがアンカーのペースを乱します。大観衆の日本橋を抜け、仲間たちが待つ大手町へ。217キロを超える戦いが間もなく決着を迎えます。2020年オリンピックの舞台、先頭で東京に帰ってきたのは青山学院大学でした。栄光のアンカーを任された湯原啓吾、2年ぶり総合優勝、間もなくフィニッシュ。青山学院、大観衆の中央通りに走るは青山学院湯原。さあ間もなく王座奪還のフィニッシュに向かおうとします。原監督の最後の言葉は、湯原、青学らしく笑顔で迎えよう。湯原、中学生の時強い青学に憧れて入ってきた。2年生でこの大舞台を踏んでおります。敬語の大合唱です。さあ日本橋を迎えます。湯原コールです。湯原ゴー。第96回箱根駅伝総合優勝は青山学院大学。見事に大会新記録で10時間45分23秒、2年ぶり5回目の総合優勝。湯原敬吾を胴上げ。原監督には涙はありません。笑顔の胴上げ。2位のゴールは東海大学、郡司明宏。3位は帝京大学か、國學院か、明治か、東京国際か、4チームの争い。残り1キロを切りました。3位のゴールは國學院大学。その後ろ4位で帝京大学。5位は東京国際大学。6位は明治大学。7位、8位は早稲田大学か、駒澤大学か。そして9位がなんと、創価大学。東海大学を抜いての9位。やるじゃん、創価。7位は早稲田、8位は駒澤、そして9位は創価大学。これまでが来年の箱根駅伝出場権、シード権が与えられる。そして11位は中央学院大学、惜しくもシード権を6年ぶりに落とす。第96回箱根駅伝往路復路総合優勝は青山学院大学。さあ今年コロナ禍の中で第97回箱根駅伝往路復路、この模様は明日お届けします。お楽しみに。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。